アイデ・ A はイタリア・トリノにあるデザイン会社。イタリアの自動車会社、フィアットの依頼で、ピアノライスアソシエイトが始めた VSS プロジェクトのため1978年、フランコ・マンテガッツァにより設立された。アイデ・ A インスティチュートとは、インスティチュート・フォー・デベロップメント・イン・オートモビルの頭文字を取ったもので、設立当初は、レンゾピアノとピアノ ライスアソシエイトのスタッフが中心であったが、目的であるフィアットとの VSS プロジェクトが一段落すると、レンゾピアノとの関係は薄れていき、先行的な実験プロジェクトから現実的な製品開発に軸足を移すこととなった。1982年に発表されたフィアット VSS で、愛で AA の存在は知られるようになったが、広く知られるようになるのは1988年に、 フィアットティーポが発表されてからであった。カーデザイン中心であるが、小松のパワーショベルなど特殊車両からテレビなど、工業製品、スキーウェアなど、衣類のデザインまで手掛ける。また、スタイリングだけではなく、設計やプロトタイプ製作まで、総合的に開発を行うことができる。ワルテル・デ・シルバやエルコーレ・レスパーダ、原田・ノリヒコなど著名なカーデザイナーが在籍したことでも知られている。 ありがとうございます。